朝と花、これ明日咲きます。これ明後日ということで、あのつぼみがこう最初は下向いてるのがこう直角に上がってきたぐらいが父親がずっと縦に待ち人ということで、あのその辺からあのテーブルをひっくり返すとうまく騙されてくれます。でこの状態になってからここに入れても騙されてくれません。やっぱり 3,4 日くらい十分にやってくれると昼間に咲いてくれます。でそれは植物によって違って、あの1、2日で簡単に逆転してくれる植物もあります。例えば月見草、これはもう2日、1日は無理だし、2日ぐらいで月見草、ピンクのと白があります。ピンクのは今日咲いた、今朝逆転させて今朝咲いたもので、で咲き終わるとピンクに変わっていきます。色変わるんですか。そうですね、先ほど白でピンク、白からピンク、あ、で同じですね、これも白からピンクになります。右手 の白が自然状態で今咲いたものを持ってきてくれたんですけど、その駒は今咲いたものが白で、逆転させてあの、まあ、昼間に売ってて、もう追いかけてるのがピンクです。今1日で色こんなにやったし、はい、そろそろまた消さないでとすると反応してしまう。